はい、じゅんじです。ではアイマナゴーバナナズ、続きをやっていきましょう。次はワールド4ですかね、まあ、ケーキのステージになるかと思うのですが、では入っていきましょう。もちろん、隠しアイテムも探していくぞということで、これはお当たり判定あんのか。あ、色変わるんだ、リスタートのたびに。左とか下は何もないか。じゃあルートとしては右。おー、これありますよね、このストロベリーのなんかチョコレートのお菓子。これは上じゃないよね、こっちか。ここをよっ、うん、いいね。よっ、あ、またちょボリュームコントロールします。よし、では少しBGM を下げました。うん、ちょっと大きい感じがしたので、まあ、ステージごとね微調整していきたいと思うんですが、よし、でそこ、よしよしよし、で、あそこか。あ今 BGM がなんかアンパンマンマーチかなと思っちゃった、ね。あ、でもやっぱアンパンマンマーチかな。あれ、あ、そのケーキ自体に当たり判定があるんですね。トラップも出てきていましたが、隠しがあるとするとどういう風にあるかですね。うん、それにしてもなんかチョコレートとかケーキとかすごくこうお腹すきますな。よいしょ、でここ当たるから、で針出るでしょ。セーブあるね。よいしょ、ここ乗れる。よしよしよし、よし来た。で右行くんだが、左が明らかに、これ明らかというかあからさまに怪しいので、そのマカロンは乗れる？うん、あ、でもなんか乗れるような判定ありますね。でもここに着地ができないから、うん、あ、わかったわかった、足すだろこれ、多分足すでそこに着地をして進んでいくんだと思います。ちょっとやってみましょう。何回かやってれば多分いけるような、あ、来た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 よ。ほっ、え、あー、でもなんか合ってそうですね。マカロンはまあキッド君の方が体重が重たいということ。あ、上になんかあるね、左じゃなくてなんか上に乗る場所みたいのがあるね。この隠しは若干気づきにくいか。でもまあマカロンがあるから、あ、上になんかある、やっぱり。よっ、なんかあるけど、なんか、あ、しまった、セーブしちゃった。なんかあるけど、どうなんだろう、どうやっていくんだろう。とりあえず左行ってみましょうか。多分隠しで合ってるとは思うんだけど、よし来た、なんかあるか。あ、ない。ってことはやっぱ上か。なんか真ん中が空いてるんですよね。だからあそこからこう上に上がれるんじゃないかと思う。あれ、てかこれダイレクトに行ける？あ、行けないよね、やっぱりタス乗りしなきゃいけないか。よしよし、でここでこう、あ、あ、なんかある、バームクーヘン、そしてワープ。え、順路右ですよね。あ、そうだよね、うん、そうだよね。さすがにここは違うよね。うん、なんか隠し要素、うん、でもなんかアイテムかな、なんかアイテムでもないような、もっと何か高度な難しい何かありそうな気がするけど。おお、面白、これ面白いな。ちょっと右一周してみようか。よっ、あ、あったー、アイテムあったけど、これ取れるかな。よっよっ、あー、結構ギリギリか。やっぱ隠し、まあなんか怪しいところには隠しがありますね。よしよし、ここ、うーん、7本超えていくの結構難しいぞこれ。よっよっ、いけ、よしよしよし、同じようによ、同じように、よっよっ、あ、ちょっとアップな、来た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 、帰るぞ。さあどこに出る。よっ、あ、ここ、なるほど、そのための上のこの通気口みたいなところか。よし、これでアイテムも手に入れましたので先行こうか。罠あるでしょ。う、まあ確かに今こう改めて見れば、まあ、このプレーンのケーキの上にやはりこうストロベリーはね置かれないといけないですから、これちょっと気づくべきでしたね。よし、そして下はなし、うーんなるほどね、1個目でそう記憶さ、この制作者様との罠の読み合い、もうことごとく敗北を期しているという。1個目出るよね。あ、よし、おお、2個出る、3つ4つ、あ、これ5つ6つ、 あやっぱそうだよね、なんかそういうのあったよね。このお菓子三昧、まあ、ケーキやらチョコレートやらクッキーやら、まあ、いろいろありますが、まあ、こんな空間にキッド君のこのデスの時のこの血
がまあ飛び散りますと、なんかちょっとこうストロベリーソースのようなそんなね錯覚も受けてしまうのだが、乗れる、あ乗れない、あというかこの端っこのとこ乗れる、これ、あ乗れる、一旦ここで乗って、そしてか、だけどさそれあ倒せる、よしよし、そうだよね、倒せないとだって乗った後が、あのそもそも乗れないけども乗った後がってなとこですもんね。さてそうと分かればサクッと、お色も変わりますな、行くぞ、よしよし来た、行け、ここ頭打ちが怖いからそこだけだよね、注意しなきゃいけないのは、よし来た、よしよしよし、そこそこはこれ上からはいけなそうだよね、いける、あいけない、あーいけないか、これ下とかってなんか意味あんの、これなんもない、あーなんか怪しい感じしたけどね、まあそれかなんかネタがあるかなと思ってはいたんだが特に何もなさそうか。よし、そしたら今度こそコンペイトを倒して乗って、危な、乗ってそこ、よし、ここってあーでもよし来た、あえということはあそこはワンジャンプで行けということなんでしょうね。うん、それでそうね、二段ジャンプを一番下で使えと、これよ、よし来た、え、マジか、え、だとしたら左下とか乗れるかな、ステージ4ですからね多少難しくはなってきてるとは思うんだが、よよし、あそこもダメ、ってことはどうすれば、やっぱワンジャンプは取っておきつつだよね、なのでよっ、あこういう感じか、あーなるほど、あー分かった分かった、でトゥルジャンして戻ってくるのか、了解、トゥルジャンで戻る、よし、おっ、危なー危なー、ここは、あやっぱり3つともダメか、で孔明があってセーブは近いけどなんかあるよねこれ、端っこいくよ、そい、そい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 、そして上頼む、よし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 、そしたらこの辺なんだろう、ん、これ何、なんか何のためにこの空中ストロベリーがあるのかしら、うーん、他にもルートがあるってこと、そうなのかな、こっちここ乗って、ああなるほど、でも このルート、うん、ちょっと謎ですか、他にもなんかあんのかな、まあいっか、隠しアイテムも取りましたしね、先行きましょう、そしたらこれは上からか、上から、それ、あ危ない、ここ行ける、あーあ分かりました、そういうことか、これ多分一発っていうかこっからは多分行けないよね、行けないし、これくぐれない、この空中上下幅狭いんで多分行けないんですよ、だから一回セーブしてこっち抜けて、これ上から行けるか、あ上から行くか、行って、で要は乗り上げないように行けってこと、あそう、こうなっちゃうとダメなんですねダメなんですね、ダメなんでしょう、乗り上げないように一つ下のところで、あむずいね、行って右に行けってことか、あそういうことだね、これよ、あそうだね、え合ってるよね、その方法しか、だって行き道ないもんね、そうよね、よあそこで乗り上げちゃうんだよね、なんか隠しブロックとかあんのかな、どうなんだろう、よあ来た来た来た、こういうことね、こういうこと、ちょっ、えこれ下押しても下降りられないし、あ今のはトゥルジャンでかわせってことか、なるほど、そうだよね、倒せないもんね、やっぱりその道か、仕方ない、その道を歩みましょう、ここをほっ、結構これ難しくないか、そしたら待って、ニート配置やるの、ニート配置やるの、え、まあでも緩和されてるニート配置だけどこれ超えてけということかしら、ほっ、うく、まあ、とは言っても慣れるとこれそんなにまあ難しくないですね、うん、最初ちょっとなかなかうまくいかなかったんですけど感覚が身につけば、あとはこのニート配置だよな、この辺で頭ぶっけ、これもちょっと考えていきましょう、
なんか行き道ある？他にないよね。もうこれそうですよね。やっぱしここのここ行くしかないよね。あ、来た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 、頼むよ。罠ダメ罠ダメ罠ダメ、うっそ罠ダメだって。もうここからが本番です。よよし来たよし来たよし来た、でドゥル、よし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 、凍れた、遅く二段構えだったわけね。なるほど、恐ろしいぜ。さて、お、倒せた。リンゴを倒して、よっ、ネズミ返しして、なんかある？まあ、隠しアイテムは取ってますから、多分そのうんなんなんて暴れる。そしたら今回は次のセーブ区間まで行ったら、あ、まあ、セーブ区間っていうかセーブまで行ったら、終了しましょう。さて行こう。まあ、1区間ごとがまあ確かに難しいですが、まあすごく楽しいので、そうね、何度デスしようとモチベーションは消えることがないというね。よし、そしてここで1回やり過ごす。また訪れそうな気もするけど、2回ネズミ返しをするってことか。よっ、うん、うわ、そうだよね、デコレーション必要だよねと思ったのですが、そのリンゴ初回で倒しま、ああこうなってんのか、上に飛んでくるかなと思ったんですが、あ、じゃあどっちにしろこれ倒さなきゃいけないってことですね。トゥルッと、結構ネズミ返し勝率いいですね。でこれ右の方が幅が広くなってる、遠くなってるんで、うん、左からでないとちょっとうまくいかないでしょう。でここはよっ、で一回戻ろう。え、これ戻って正解？上からこういけってことか。よしよし、オッケーオッケー、よしよし、あ、なんかありそうだった。さて一回リバースしなくてもいいか。ほっ、よっ、よし、そして1個目、2個目は、あ、また2個目で倒れてくるから、ということはぐわっといけってこと？あ、違う、1回着地か、1回着地して、いや違うか、でも着地したら倒れてきちゃうから、ほっ、着地できない。これどうすればいいんだろう。ワンジャンプで越えらんないから、フェイント、フェイントか、いやフェイントかからないよね。え、倒せない。あ、なんか当たった、あれは違うか。どうすんのこれ。よ、違う、一気にあっちまで、あー、もしかしたら左に着地するといけないのか。やっとわかりました、あそこの仕組みが。あれ、一つ目のロウソクには当たり判定あるんですが、二つ目のロウソクにはこれ当たり判定ないですね。ない、なのでここで多分フェイントかけていけば、よしよし、そういうことでしょ。よしよし、来た、はあ、気づくまで時間かかったぜ。そしてここはマカロンゾーンか。じゃあ、コンペイトあるのね。一回分かっちゃえばそんなにこれは難しくはないので、さて行くよ。コンペイトを倒しておくか。まずはそこは倒せないから、まあ、いっか、行きましょう。ほっ、で2段ジャンプが復活するんだけど、着地タイミングによっては、うーそ、端っこ乗るか、端っこ次、あ、次じゃ、ここだ、ここでジャンプしていけ、よしよしよし、聞いた。難しかった、2段ジャンプが出ない時がやっぱりねありますんで、真ん中着地するとよくよくそういうことに、あれあれ、固まってしまった、なってしまうので、なかなか攻略難しかったな、ここ。よし、たどり着いたぜ。はい、ということでここで終了したいと思います。アイワナゴーバナナズと。で、次回のパートはこの先、おそらくまあボス含んでになるかとは思うんですけども、頑張っていきたいと思います。それとこのバナナズの後ろでやっている、アドベンチャー77プラスなんですけども、ジパート分に隠しアイテムのステージがあるんですが、そこがね、結構難しくて、全然ちょっと突破できない状況なんですね。なので、まあちょっとしばらく時間かかるか、まあ、もしかしたら保留になるかもしれないので、まあ、当面はこのバナナズをメインに、まあ、更新していきたいと思います。はい、ということでまた次回も頑張っていきたいと思いますですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。